キなんですけれども、あの、まあ、ここのルズッキーがですね、実は何かの登場人物があるんですね。ルツキですから、あの ルツが主人公なんですけれども、まあ、その前にルツのお姑さんだった、ナオミですね。ナオミとルツと、それからあのもう一人、ボアズという3人がこのルツ家の中に出てくるんですね。で、まあ、準備しておりましたら、あの一章をやっておりましたらそれで終わってしまったものですから、今日はあのルツというよりもナオミに焦点を当ててお話をさせていただきたいと思います。で、11月にもう一回私のメッセージがありますので、その時にまた続けて、このルツ記から学ばせていただいたらいいかなと思っております。で、あの獅子が世を治めていた頃と書いてあるんですけれども、イスラエルの民がこのカナンの地に入りまして、まだその頃王様がいなかったんですね。それで、まあ、あの獅子がいろんなあの獅子が現れて、そしてその国を治めていたわけであります。で、その頃に今あのできた あった出来事のものですから、この獅子記の後にこのルツ記っていうのが入っているんですね。それでサムエル記になっていて行くというふうにこの旧約聖書があるんですけども、このルツ記を読んでおりまして、皆さんもそうだと思うんですけど、こういろんな展開があって、とってもこう物語がですね、面白くてこうどんどん読んでいくわけであります。しかしその中に書かれていることを読んでいきますと、本当にたくさんのことを、まあ、あの聖書を私たちに教えているのではないかなと思うわけであります。まず最初に出てくるんですけれども、ナオミに2つの不幸が襲うわけですね。で、ちょうどここに一節のところに飢饉が国を襲ったのでと書いてあるんですけども、このナオミの家って、まあ、イスラエルに飢饉が、あったわけであります。それでエルサレムに住んでいたナオミ一家もこの食べるものがなくなってしまったわけですね。あの聖書、あのこの間の ACWC がありまして、この飢饉があった話があったんですけれども、あの旧約聖書を読んでおりますと、飢饉が何回かこの、イスラエルの民に襲うわけですね。で、いろんな出来事がそれに付随して、あの次の週はヨセフの物語からお話をしてくださるんですけども、それもあの飢饉があって、あのエジプトの地に移り住むっていう物語があるんですけれども、そのように飢饉がこのイスラエルの地方に起こったわけですね。で、その時に、まあ、大体の人たちはそこでずっと飢饉があってもなんとかまあ暮らしていったわけなんですけれども、このエリメレクの、まあ、このナオミとエリメレクの家族はですね、モアブという外国の地に、行って、住もう、そこ地に逃れていこうとしたわけであります。この食べるものはなんとかそこで外国に住んだんですけれども、手に入るようになったとはいえですね、ベツレヘムで親しかった親戚や友達と別れて、環境の全く異なった外国の地で全く新しい人間関係を作り上げるということは決して楽なことではなかったのではないかなと思うんです。ですから飢饉があって、そして外国に移り住むにあたっては、そこで全く新しい生活をするわけですから、食べ物があったわけ、食べ物があったりしろですね、自分たちは外国人ですから肩身の狭い思いもしたでしょうし、まあ、いろんなことがあったのではないかなと、思うわけであります。そしてあのこの夫婦の2人の息子の名はマフロンとキルギョンという子供の名前だったんですね。で、マフロンっていう子供なんですけれども、やめるもの、まあ、病気の病ですね、やめるものっていう意味があったようです。そしてキルギョンっていうのは消え失せるものっていう、そういう意味が
あったと言われてですね、なんで親がそういう子供にですね、元気だとか強いだとかそういう名前つけるのか分かるんですけども、やめるものとか消え失せるものというそういう意味の名前をこの2人の息子に、つけたわけであります。まあ、きっと何か特別な理由があったのではないかなと思うんですけれども、多分息子さんたちは生まれつき、まあ、病弱だったのかもしれません。ですから 反面じゃないですかね、弱い名前をつけとくと、まあ、丈夫に育つかもしれないと思ったのかもしれませんけども、それでそういう、やめるもの、マフの切るよん、消え失せるものという、まあ、名前を、つけた、ということで、あったわけであります。それから、2つ目の、このは、ナオミに襲った不幸ですね。それは、まあ、一家4人がモアブの地にとどまっている時に、まず最初にナオミの夫のエリメレクがそこで死んでしまうわけですね。まあ、夫を失ってしまったわけであります。でナオミと2人の息子が後に残されました。そしてその2人の息子にそれぞれお嫁さんが来るわけですね。モアブの地のお嫁さんが迎えたわけであります。1人はオルパ、もう1人はルツという、2人のお嫁さんがそこでもらわれて、まあ、しばらくは幸せに暮らすことができたのではないかと思うのであります。で10年間そこに住んでいたと聖書に書いてあるんですけれども、そこに住んでいたんですけれども、やっぱり病弱だったんでしょうかね。息子のマフロンとキルヨンが、母を残して、死んでしまったわけですね。ですからナオミにとって、襲った不幸はその飢饉があり、モアブに行ったんですけれども、そこで夫を失い、2人の息子を失ってしまって、本当にどうしてこれから行ったらいいんだろうかという、そういう不幸に、襲われて、しまったわけであります。でそのことを通してですね、私たちに教えられて、いることがあると思うんですね。それは神様から離れると実はそこに失望しかないっていうことではないでしょうかね。もちろんナオミがですね、エルサレムにいたとしても夫や息子は失ったかもしれないんですね。けれども本当に絶望してしまって、これからどうしたらいいんだろうかっていうことにはならなかった。親しい人もいましたし、いろんなそこで助けてくれる人もいたんではないかと思うんですね。ですから私たちもいろんなことがある、この人生を送っているっていろんなことがあると思うんですね。けれども神様のもとを離れてしまうと、そこでの生活はやっぱり失望でしかないんじゃないかなと思うんですね。そこからどうしていったらいいのかわからなくなってしまう。それが私たち、ではないかと思うのであります。聖書の中にですね、私たちは、これ新約聖書ですけど、ローマの信徒の手紙の中に、私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを、信仰を持っていればですね、神様のもとにあれば、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを私たちは知っているのです。それにいろんなことがあってもですね、それに打ち勝ってい、くことができるわけであります。私も東京におりました時に、最初に乳がんになって、そして、三男を亡くして、でその同じ年に母を亡くして、同じ年には本当によくも神様次から次からいろんなことを起こしてくれるなと思ったんですけれども、ありましたけれども、私自身も神様のもとにおりましたので、そこに本当に祈ってくださる人、助けてくださる人、いろんなことがあって、そしてそれを今思えばですね、乗り越えてくることができたんだなって、決して自分の力で何とかできた話ではないんですね。で乳がんで入院してた時に、うちの男たちは何もできないもんですから、食事作ることにも本当に困ったんだ
だろうと思うんですね。そうしましたら近くに住んでいたあの杉並招待の招待所夫妻がうちの、家族を食事に招いてくださったりとかですね、それから杉並におりましたので本当に周りの方々が食べ物をよく作っては持ってきて、くださったっていうのを聞いているんですね、ですから本当にあの病気の時もですね助けて周りの人が本当に助けていただいて、主人も夫も子どもたちも飢え死にしないで、本当に助けていただいたなと、そのことがまた私が入院している間もですねお母さんがこれからどうなるか分からないという中にあってもですね周りの人たちが助けてくださって祈っててくださったおかげなんじゃないかなと思っております。でナオミはですね外国にあって同じ信仰を持っている人って、ね、いないわけですから自分一人ですから、ナオミは決して外国に行ったから信仰を捨ててしまったってことではないんですけれども、助けてくれる人はお嫁さんしかなかったわけですからどんなにかこれからどうして行ったらいいのかっていうことを本当に思ったわけであります。それで聖書が今日長いとこ全部読むことはできなかったんですが6節にナオミはモアブの野を去って、国に帰ることにし嫁たちも従った主がその民を顧み食べ物をお与えになったということを彼女はモアブの野で聞いたのである。ナオミは住み慣れた場所を後にし2人の嫁もついていったって書いてあるんですけれども、イスラエルの方はもう食料事情が良くなったって、そういうふうに聞いたんですね、それで、もうここにいても一人で、自分一人だし、これからこの嫁がどうなっていくかわからないしもしかしたら再婚するかもしれないし私はここで死ぬわけにはいけないと思って、帰る決心を、するわけであります。でその時にですね、まあ、きっとナオミをお嫁さんたちに自分の信仰を神様のことを話していたんだろうと思うんですね。それで私たちもあなたと一緒についていきますと言ってついていくわけついてくるわけですね。けれどもナオミはその、故国に帰る道すがらルツの決意というところがあるんです書いてあるんですが故国にユダに帰る道すがらナオミは2人の嫁に行った自分の里に帰りなさいあなたたちは死んだ息子にも私にもよく尽くしてくれたどうか主がそれに報いあなたたちに慈しみを、垂れてくださいますようにどうか主がそれぞれ新しい嫁ぎ先を与えあなたたちが安らぎを、得られますようにモアブの女ですからイスラエルに連れて帰ってきてもですね今度はこの2人が外国人で冷たい目で見られる決して幸せになるそこで再婚できるっていうあれがないわけですね。ですから2人の嫁にどうか自分の里に帰ってそこで再婚してまだ若いんですから幸せになってくださいと、そのように言うわけですね。そうすると、まあ、オルパという一人の嫁は分かりました、まあ、泣きながらでしたけれども自分のふるさとに帰ることにしたわけですね。けれどもですねルツだけはどうしても私はあなたについていきます、そのように言うわけであります、でどうか私を、まあ、あなたと一緒にあなたのふるさとに、連れて行ってくださいと、そのように言うわけであります、けれども実節のところを見ますと、いいえご一緒にあなたの民のもとに帰りますと泣いて、まあ、帰らないわけですね、それでその決心が2人にとってですこのルツにとって本当に固いものだと、思ったナオミはですね、ルツを連れて、帰る、ことにするわけであります。すいません、14節に2人はまた声を上げて泣いた。オルパはやがて姑に別れの口づけをしたが、ルツはすがりついて、離れなかった。ナオミは言った。
あの通り、あなたの歩みは自分の民、自分の神のもとへ帰っていこうとしている。あなたも後を追って行きなさい。ルツは言った。あなたを見捨て、あなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことを強いないでください。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたは、あなたの民は私の民、あなたの神は、私の神、あなたの亡くなるところで私も死に、そこに、葬られたいのです、死んでお別れするならともかく、その他のことであなたを離れるようなことをしないなら、主よどうか私を、幾重にも、罰して、ください、同行の決意が固いのを見て、ルツ、ナオミはルツを解き、捨てることをやめた。二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いたと、そのように書いてあります。まあ、ルツがですね、ナオミのことを本当に思っているもんですから、この姿から、まあ、本当に、お嫁さんの鏡のようにルツはここから言われるわけなんですけれども、まあ、それで二人は帰っていくわけであります。けれどもですね、聖書ではありませんけれども、昔からですね、日本の言葉さんに、血は水よりも越しとか、遠くの親戚よりも近くの他人という言葉があるんですけれども、これも素晴らしい言葉であると思うんですけれども、実はこの2人はですね、ただ姑を思うっていうことだけじゃなくて、信仰によって結ばれていたからではないのかなと思うわけであります。ナオミによって神様の、賜物で、神様がこのナオミに与えられている、そのいろんな喜びだとかいろんなものをルツは知っていて、私もその神様を信じてこれからも歩んでいきたいと思ったわけで、あります。で、私たちも実はですね、兄弟親子関係ありますけれども、あるものは遠くに離れていたりしますけれども、この毎週この会う戦友方っていうのは本当にこう家族にも増して、このなんていうんですかね、ナオミとルツの関係のような兄弟姉妹であったり、親子関係であったり、ある時はお父さんであったり、お母さんであったり、お姉さんであったり、妹であったりという、そういう関係がこの信者の、この間柄にはあるのではないかな。これはですね、他では得られることのできない恵みがこの翔太の中に、まあ、教会もそうですけれども、ものがあるんじゃないかなと思うんですね。で、困った時には本当に、いろんなことで助けてくださいますし、祈ってくださいますし、本当に他では得られない関係が、このルツとナオミにあったように、私たちもこの翔太の中で、あるのではないかなと思うわけであります。で、私もこの出雲夫人が亡くなって、なんかこう寂しいですね。毎日とは言いませんけれど、よく4階に来てくれて、元気ですか、祈ってますよ、今日はこれこれがあって、あれがこれがあってって話をしに、来てくださいました。そして最近ではね、なんか掃除機がなくなったって言って、10年だか20年ぐらい前の掃除機がない、あそこに置いといたんだけどないって言われるんですね。それで全館5階から1階まで全部近くまで来て全部調べるっていうことが、これ少しちょっと認知症が入ってきたかなって心配されることもあったんですけども、まあ、そういうこととかいろんなこと、一緒に住んでますからね、まあ、いろんなこともありましたけれどもですね、彼女のいいところは、なんかね、そういう失敗すると、私たちすみませんでしたって言って来て、お祈りします、悔い改めのお祈りをしますってお祈りするんですよね。そこが本当に出雲夫人のいいところだったなと思うんですね。で、私たちが、まあ、キャンペーンとか献血で留守しますので、そうすると彼女はですね、3階のゴミをですね、私何も言わないんですけども出しておいてくれたり、扉の開け閉め全部出雲夫人がやって
ってくれたんですね。もう本当にそれはですから安心して、何かあっても出かけて行ったわけであります。出雲に亡くなってしまいましたので三沢隊員にお願いをしていくんですけれども、そのように信仰にあって結びつくものはですね、そこに本当の信頼関係があって、それはもちろん他人ですからね、いろんなことはあるんですけども、許し合って祈り合っていくことができるってことは、これは本当に素晴らしい関係でなかったかなと思うわけであります。時間が来てしまったんですけれども、まあ、次々と、また行きたいと思うんですけれども、最後に、ルツ家の最後の方に「うつろな帰国」っていうのが書いてあるんですね。ベツレヘムについてみると、町中が二人のことでどよめき、女たちがナオミさんではありませんかと声をかけてくると、ナオミは言った、どうかナオミ心よいなどと呼ばないで、マラ苦いと呼んでください。全能者が私をひどい目に、合わせたのです。出て行く時はまた満たされていた私を主はうつろにして帰らせたのです。なぜ心よいなどナオミなどと呼ぶのですか。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされたのにと、まあ、イスラエルに仏教に帰って行った時に、そのように、言われたわけです。きっとナオミを見てみんなが本当に10年間の間なんでこんなにやつれてしまったんだろうかなときっと思ったのではないかなと思うんですね。まあ、彼女も信仰を持っていましたけれども、本当に夫と2人の子供を、連れてですね、みすぼらしい感じで帰っていって、まあ、ここにどよめきと書いてありますから、よっぽど皆さん、なんでこのナオミがと思ったのではないかと思います。エリメレクっていう人は割と裕福な生活をしていた人だと、書いてありましたので、きっと本当に何もなくしたナオミにとって、見た人々は本当にどよめいたのではないかなと思うわけであります。10月号のですね、100万人の福音に大阪弁でここ同じことが書いてありまして、そこ読んでましたらですね、このことに書いて、こんなことが書いてありました。わてのこと、ナオミ言うて呼ばんといてくれやす、発音が私はまだ言うて呼んどくなはれ、全能者がわてにほんまにえげつないことしやがったやさかいにって関西弁でですね、ここの言葉がこう書いてあったんです。それ見ながら、まあ、笑ってしまったんですけど、関西弁で書くとなんか あんまり苦しいこと、あんまり苦しくないように取られるなと思って、取れるなと思って読んでいたんですけれども、まあ、本当にどうしてこんな目に遭う辛い思いをしなければならないんだろうか、いつまでこんな苦しまなければならないんだろうか、誰にでもそういうことが、思いがですね、心の中に生まれてくることはあります。経験もあります。で、苦しい時には本当にその意味がわからないで、不安に、なることがあります。けれどもね、この後、まあ、この後もまた次回学んでいきたいと思うんですけれども、ナオミが、ボアズと結婚したことによって本当に素晴らしい展開がここで起こっていくわけですね。このナオミとルツのボアズの子孫からダビデが生まれるわけですよね。で、そのダビデはこの、イエス様の、ずっと系図の中に入っていくわけですから、そういう家族に入れられるっていうことを知るときに、私たちもいろんな苦難を経験しますけれども、信仰を持っていくときに、決して神様は私たちを見捨てていないで、その中できっとその時には分からないけれども、後で分かることがあるのではないかなと思うのであります。そういう意味でですね、今日はここまでにさせていただきたいんですが、本当にいろんな不幸はあるかもしれませんけれども、私たちいつももし神様から心が離れてしまったらいつでも神様のところに戻ってきて、そして神様を信じて歩んでいきたいなと思うわけであります。それでは、294番の一節だけを歌いまして、早朝にお祈りをください。